はあ、やっぱり自分の部屋は落ち着くな。そう、テレビでも見ようっと。よいしょっと、スイッチ入れて。あ、ばばばば感電しちゃったよ感電しちゃったよこんにちは、土の子です。さあ、2016年もね、あともうちょっと。今年最後のかくれんぼ、やっていきたいと思います。ていーくぜ。さあ、今回はなんと、1対4でございます。1対4。カーリーさん、コトリーノさん、カエデさん、シドウさん、全員新しい人です。なので、今日は1対4で、どんなかくれんぼになるんでしょう。ちょっと初めてですけど、頑張ってね、やっていきたいと思います。それじゃあ行くぜ。まあ慣れてきたってことでね、初めての1対4でやってみますけど、どんな展開になるんでしょう。まあ2人は見つけたよね。さあ、うわ、ちょっと圧力感がやっぱ違うぜ、4人って。ドキドキみんなどんなとこ隠れてくれるんだろう。もうすぐね、多分スプラトゥーン2が発売されちゃうと思うんで、まあ、その前にね、みんなとなるべく多くやっていきたいかなと思うので、1対4にしました。これが吉と出るか凶と出るか恐ろしい。もうちょっとね、時間早めた方がいいのかななんて思いつつも、まあね、今まで通りでやってみたいと思います。おー、あっという間に来たね、みんな来たね。おら、俺も負けないぜおら指痙攣しちゃうよさあ、さっきのね、わちゃわちゃが嘘のように静かになってきましたが、ここら辺も、もうほぼほぼ出揃ってんじゃないの、ハコフグは。さあ、どうぞ。おっと、ガチヤグラ奪ってるぞ。大丈夫か。いきます、てい。さあ、残り端っこを確か塗った方がいいよって教えてくれましたね。真ん中の通路。おい、あ、びっくりした。誰か塗ってんのかと思ったらスプリンクラーだった。じゃあもう早速降りていっちゃいましょう。そして東大元暮らし戻る。おいおい普通にいた、挟まってた。小鳥のさ、そこまあ確かにね、こういう風に行ったら見えないかもしんないけど、逆、残念、逆側から来ちゃいました、小鳥のさいいね、かわいいよ。さあ行きましょうさああとは下は OK さあ、お、寝る寝る寝る寝は寝れば寝るほど色が変わって。あ、いたイエーイ、カーリーさん、カーリーさん見つけちゃった OK。 さあ次、この後ろも巻いてくれたよね。よくスタート地点にもいることありますよね。前、誰だったっけな、マイパンマンさん、イーデスさん、マイパンマンさん、どっちかがこの上にいてくれたよね。さあ、あとはなんかビッチビチの人、子がいるぞ今日はビチビチ飛び跳ねていきいぜ。あれ違うよねもうどれがどれだか分かんないよ。あ、青い点があるとどうしても誰か隠れてんのかと思っちゃう。この下いない、やばい、ちょっとそろそろやばいぞ。逆側いない逆側の後ろ、逆側の後ろいない、あれやべえ、うわーマジかあー2人見つかんなかった。カーリーさんとコトリーノさん見つけることできましたね。あー、行けてない場所もあるね。やるぜ。あとはシドウくんとカエデさんが見つかりませんでしたね。さすが S の人がやっぱ見つけられないさあ、それじゃあ回答編の方やっていきたいと思いますいやー、コトリンノさん、カーリーさんは見つけれましたけど、二人見つかんなかったな。どこにいたんだろう、行けてなかったとこにいたかな。でで出てうわいやーやられたコトリーノさん、普通に打ってたね今ね。はーいはーいなんか宇宙人の遭遇みたいじゃない。はーいはーい
さあ、それじゃあ回答編の方やっていきたいと思います。まずは小鳥のさんから見つけていこうか。小鳥のさんがここ一緒にちょっと隠れよう。確かにね、これちょっと待って、四角なんだよね。ここ、こう、こう言って、こう言ったら四角になるんだよ。カーリーさんがこのこの上に隠れてくれましたよねあれ、今消えなかった外降りたのか。カーリーさんがこれと。さあ、それあと二人はおや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 マジかうわ、カエデさんここいた。うわ、僕こっちは見たんだけど、やっぱこの角系難しいぜさあ行きましょうさとやっぱ角系みんな狙ってくるよね、箱ホグみたいなとこ。シドウくんは僕ここ下降りちゃったけど上っぽいなあー、この先端かこれちょっとあー、やられたやられた。みんなおいでみんなおいでいいぞ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 なんだこのゲームこのゲーム一体なんだこれみんなつながってるんだよ、みんなみんな僕とつながってるんだいいぜ、面白い。なかなか今回はちょっとみんな倒さずに行ってくれましたねみんな良かったな今のつながってくれて楽しかったよ。さあ、同じメンバーでね、アロワナモールかくれんぼしていきたいと思います。アロワナも結構僕自信あるある言って見つけられないこと多々ある場所だからね、なかなかここも端っこ隠れ、草隠れに注意だね。おお、なんか久しぶりの、ここに来たらなんか吸い込まれる、やりたくなっちゃうな、大きく見えるからかな。はあ、吸い込まれる吸い込まれてビクビクしちゃうよ吸い込まれて頭に血が昇るんじゃあべえやべえやられちゃうとこだったなんでぴょこどうしたあれ誰だ、痙攣してるの。よし、ちょっと今回ね、さっきちょっとまたスペシャル僕使うの忘れてる癖で、なるべくね全周待っていきたいと思います。くせ、さあ早速端っこ行くよ、行きたいと思います。まずは戻るのがめんどくさい上側を狙っていくよ。あっちはさすが塗ってないけど、一応見には行かなきゃいけないかな。ここもいないね。よし、ここら辺集中してみて、そして一応ちょっと戻る、この横サイド、サイドいないかな、サイドいない、この上、この上もありがちなとこはなし、この端っこなし、ずれてない。うわ、いたちょっと待っていたぞやったよし、あー誰か分かんなかったけど見つけた一人、ごめん、ちょっと倒させてね、倒させて、誰、あ、シドウくんがあそこにいたってことね。なるほどなるほど。さあ、こっち側もいない、この上目と目が合う瞬間、あ、いた今戻ってきてなかった、あそこカーリーさんゲットさらにさらに、いや、やべえ、コトリーノさんとか見つけられてない。ちょっと待って、上登ってみよう。これこっちいるんじゃね、あー、いねえ、あ、いなかった、うわー間違えた、目論見が誤った、やばい、ここの中いない、あー、いない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 、ちょっと待って、また上が見れなかったくっそ悔しいわ、これを見るとね、あの爆撃さんのね鬼やったやつすっげえなと思っちゃうね全部きっちり回ったもん。
さあ、コトリーノさんと楓さん見つけること今度はできませんでした。さあ、回答編の方やっていきましょう。楓さんとコトリーノさん、どこに行った、どこに、一体どこにいたんでしょうか。敵陣の方かな、僕が見なかった。なんだこれこれなんだこれなんだこれなんでこのダンスこのダンス何ちょっと面白すぎるんだけど今のなんだこれダンス踊ってるじゃねえか誰だったんだろう。うまい、ネタがうまい。僕もめっちゃゆっくり歩くよ。うおー、僕もゆっくり歩く。うおー、歩く。おー、すごい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 。飛んでくぜこれ誰なんだろう。やべー、ちょっと戻んなきゃ。よし、さあ回答編の方行ってみたいと思います。さあ、一直線で進んで、指導くんがそこをすげえすげえ刺さってるじゃん。うまいうまいやる。ちょっと僕も隣行けないかな。あ、行けなかった無理だったわあ、すごいうまい、ペコペコうまくいけなかった。僕カーリーさんがあそこと。イエーイ。さあ、あとの2人は、おお、あれ、こっち側いた。わあ、小鳥のさん、ここいた。もう結構集中して見てたのにな、木のとこ。僕はあそこの木見なかったんだ。ここら辺集中して見て。さあ、残りは今ね、ちらっと見えましたが、あの敵陣の方ですね。敵陣の方やっぱ僕見れなかった。ほんとね、せっかく隠れ場所考えてくれたのに見れないっていうの最悪だよね。ちょっと見てくれたの。お、あははは、そこかここかわあ、これ来たら分かったな。でもいい場所じゃんうわあ、じわ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 狭くなっていく。いや、なかなか今回もネタ多めで面白かったな。隠れ家以外のネタが結構多かったですねイエーイ、みんなありがとう。みんなまたね。今日のみんな生きよかったぜバイバイ。はい、今日もね、動画最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の隠れ場所もね、なかなかバリエーション飛んで面白かったんじゃないかなと思います。いや、初めてのね、4人でしたけど、募集の人数が多かった時はね、これからも4人かくれんぼでやっていこうかなと思います。それじゃあね、いつも見てくれる皆さん、そして参加してくれる皆さん、ほんとね、みんなのおかげでかくれんぼね、とっても楽しくできてます。今年は本当にお世話になりました。またね、来年もよろしくお願いします。それじゃあ、他にもね、縄塗りバトルとかいろんなね、スプラの企画もやってますんで、よかったらね、関連動画や再生リストから見に行ってみてください。それじゃあ、土の子でした。